ポチッとな。切れてます。これはクロダイです。カニで釣れました。ですね、仕掛けはですね、単純に、ハリス、あ、道糸はですね、延べ沢なんですけど、ちょっと来て、ほら、あ、見えんくなっちゃったか、見えんかな、もう暗くなっちゃったかな、ずーっといた。今ここまで来たよ、ここ。びっくりした。今もそっちにおるら、うん。ここまで来たよ、ここ。これで僕が大声出したらさ、もう急に角度を90度変えてね、もうこう行っちゃった。引っかかっとるの？ん？引っかかっとるね。針が見えんもんで。うん、針どこ行っちゃったの？針くわえとるとないの？くわえとるか。クロダイが。今 A が見えましたね。仕掛けの説明ですけど、延べ竿4m50ですね。渓流竿を見てね、ちょっと安物ですけど。で、ダイソーさん、道糸はダイソーさんの3号ですね。ピンク色です。それにフロロカーボンをですね、直結で8の字結びですね。必殺のですね、最強結びと言われている8の字結びで直結をして、それから G5 のですね、ガン玉、これもダイソーさんのガン玉セットで、あの100円で売ってるものの中の一番小さいやつをですね、ガン玉をセットしました。で、針はですね、ハリスはですね、ハリスは2メートルですね。で、針はチヌバリの、オキアミ、剣付きのですね、オキアミが外れないようにするための剣付きのものを使っています。で、餌はオキアミです。オキアミを普通に尻掛けして、深瀬釣りですね、完全な深瀬釣りで一応釣れました。クロダイです。